今日はですね、広島県のドライブイン東条に来ました。新見から結構ね近く、まあ、30分ぐらいのね距離にあるこのドライブイン東条はね、このドライブイン東条さんにね行こうかなと思います。この横市にね駐車場があります。ここですね、今目の前の敷地。今日は攻めます。一応撮影許可ねもらったので、結構ね来る人が多いです、写真撮りにね。なかなか40年ぐらいらしいですね。このエリア、これなんかイベントもあるみたいです。11月ですね。おもろいな。というわけでごちそうさまでした、ね、なかなかなくなってきたドライブインです。昔はねこの高速道路がなかったんで、もうほとんどここが主要なね道だったそうです。この十字路なんで、この新見から、まあね、
庄原の、あの寒い上の方行ったり、そこからあの大石橋ですね行ったりとか、重要な道だったということで、これもね、なんか石碑とかあったりするんで、もう昔ながらの道なのかもしれないです。はい、ぜひ行ってみてください。すごいね、いいおかみさんでした。でこれもね、もらいました。ありがとうございます。この動画をいいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。スピチューブ、インスタグラム始めました。お得な情報、プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。